はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、通院の日でございます。車の中ということでね、病院に来ておるんですけどもね、今日はね、白血病の血液内科と LTFU 外来というね、患者さんの日常生活をフォローしてくれるための担当の看護師さんとの面談があってね、そして最後に眼科でございます。はい、ね、今ちょうどね、動画撮り出したらね、雨が降ってきたんですよ。さっきまでちょっといいお天気だった、いいお天気でもなかったんですけど、ちょっと曇りづらいだったんですけどね、雨は降ってなかったんですけどね、もう駐車場からこれ傘差し行かなあかんやないのみたいな感じでね、ちょっとね、嫌なんですけどね。はい、で、まあ、このね、今回のこの通院は、前回がね、あの白血病の通院はね、6月だったので、8週間ぶりになりますけどもね、先週にね、発熱外来で来たので、まあ、なんかこう、やっと来れた感とか、ね、久しぶり感っていうのが、残念ながら今回なくてですね、こう自分の体の状況の変化というものをね、なんかこう把握するための気持ちがね、今回はね、ちょっとね、薄いんですよ。薄れています。というのもまあね、先週のその発熱外来で採血とかね、PCR をしたからやと思うんですよ。しかしまあね、その時のね、検査というのはですね、まあ、いつものね、白血病のための検査とは違ってね、血液検査とは違ってですね、非常にこう項目が少なかったんですよ。なのでね、こうもらったね、紙ね、あの先週見てもらったね、紙あったじゃないですか。あの紙の結果表に、ね、載ってる項目数っていうのがね、すごく少なかったので、こういつも気になってるね、コレステロール系とかね、中性脂肪、あとは、ヘモグロビン A1C かとかね、載ってなかったので、なんか僕的にはちょっとこうね、情報量の少なさというのが、ちょっとやっぱ物足りなさというんですかね、感じさせられました。はい、しかしね、今回は白血病の血液検査なのでね、いつも通りの検査ですので、まあこれまでね、2ヶ月、先々月からのね、8週前の2ヶ月前のその2ヶ月間のこの頑張りがですね、評価されますのでね、楽しみに仕方がありません。まあなぜならね、今回はね、僕ね、結構頑張ったんですよ。結構頑張りましたね。まあカロリー制限にね、食事制限に、言いますか、まあ、糖質制限、脂質制限などなどのね、こう、まあ、なんていうんですかね、ほぼ断食やないかみたいな感じなんですけどもね、結構ね、我慢しましたよ。でね、そのやっとその成果が評価されるわけでございますよ。でまあね、評価と言ってますけど、さっきから言ってますけども、なんか現状をね、こう見るだけやからね、別に何の評価でもないんですけども、なんかこう、まあ、自分なりに自分を評価する日なんですよね、この、 あの血液検査っていうのは。なんかいずれの間にかそうなってるんですよね。でそして何よりもですね、あのいつものこの通院の日よりもね、今日はね、体重が下げれることができまして、できてましてね、なんとね、2キロ少ない、2キロ少ないので現在55キロなんですよ。これまでもね、まあここまで下げたかったんですけども、実はね、どうしても57キロまでしかね、下がらなくてね、いつも頑張って56キロとか55キロ、まあ55キロより下げたいな、超えたい、うん、より低くね、54キロ台まで行きたいなと思ったんですけども、なかなかこれまでのその57キロという状態でね、なんて言うんでしょうね、下がらなくてね、それがあるからして、それだけ、それまでの成績であるからですね。でも考え方によっちゃですね、
57キロでここまでこれまでの成績であるのであれば、これもっと成績というか、まあ血液検査の数値ですよね。まあ数々のね数値でもっといい状態、いい成績を叩き出すのであれば、これはもっとね体重を僕は下げるべきだろうとね思って、まあこれまでよりもねもっともっとやってみたんですよ。というか、まあ自分で把握できることっていうのはね、まあ、体重しかないじゃないですか、一般素人なんていうのはね。まあ、血圧もありますけどもね、血圧もまあ上がりすぎないようにまあ頑張ってもいましたので、というかあのね、血圧がねまあ毎日低すぎるので、僕ね今日もね上が80もないよ、70代ぐらいやったんですよね。下が本で40後半、50以下ぐらいだったかな、やったんですよね。まあだからね、毎日低すぎるので、先週のねその発熱外来行った日もですね、その血圧測ってくれた、採血してくれた看護師さんにね、あーやすさん血圧低いんやねってねこう言われちゃいましたね。でもまあこうね、上がたまにね100超える時あるんですよ。その時って結構体重がねパパッとこうな、まあ、何グラムです、何百グラムですけども増えてしまっている日なので、まあ、これはね、やっぱ抑えないといけないなというのがね、思う、その僕のバロメーターにもなっているのでね、やっぱりこう毎日測定してね、自分の状態を確かめるのもね、大事なことなんだと、ね、血圧に関してはやっぱり日々ね、実感しております。で、それにね、血液検査っていうのはですね、病院に行って、まず最初に、一番最初にやることなので、診察室に入って注射針を、腕に刺される瞬間までね、気をつけなければいけないんですよ。まあ、例えばね、採血室に入る直前にですね、なんかちょっと食べたりとか、ちょっとねお砂糖の入っているなんかちょっとした甘いものをねクイッとこう飲むとですね、それだけでもね血糖値が上がりますのでね、GUL というね数値が、血液検査の GUL、 グルコースっていうね、数値が少しねパーンとね上がるんですよね。でそしてそれに左右されて上がってしまう他の項目も多々ありますのでね、本当にね直前のねこの針刺す瞬間までっていうのは気が抜けないんですよ。なのでね、直前の食事はもちろんですし、前日の食事、前日の晩ご飯、その前の昼ご飯、その前の朝ご飯っていうね、ほんま前日一日の食事もね大事なんですよ、ね、じゃあね、今こんなこと僕言ってますけどもね、それより前のね食事っていうのは大丈夫なのかとね聞かれればね、まあそうではないんですよ。これねやっぱ日々のね積み重ねで体というのはできて出来上がってきますので、やっぱやっぱりね日頃からのね食生活っていうのはね大事になってくるんですよ。なのでね、採血が終わったらね毎日ねホッとするんです。まあそれからはね、それが終わったらね、LTF 外来があって、で血液内科の先生からの、診察診断があって、で最後に眼科にでですね白内障の状況を見てもらって、今日は終わりです。さあ果たしてねどうなるんでしょうかね。まあね、その血液検査の結果が出るまで分かりませんのでね、まあどれだけ願ってもね仕方はないんですけどもね、でも望みは望みというところで言うとはですね、免疫抑制剤の減量ですよね。やっぱりね、これまでねその体に異常はなかったんですけど、まあ先週のね発熱外来で来たのでね、まあこれきっかけでひょっとしたらまだまだね免疫抑制剤の減量はしてくれないかもしれません。それはね先生の診断なので覚悟はしてるんですよね。先週も言いましたよね、これがきっかけで僕の免疫抑制剤は逆らえんかもしれへんってね言ってたんですけどね、まあ一応覚悟はしてます。はい、そして最後に眼科ですよ。今日は白内障ですよ。視界の白さっていうんですか、それはね本当にね横ばいなんですよ。ね、横ばいなんです、もうてないね、横ばいなんですよ。今ね
サングラスを外して眼鏡でね外を見てるんですけどね、真っ白なんですよ。でもほんまにもう視界がゼロの真っ白じゃなくて、ファーッと曇ってるんですよね。ほんまファーッと曇ってるんです。前に止まってる車とかもね全部ねぼやけてるんですよ。ナンバープレートはかろうじてね見えるんですけどもね、だから全く見えへんわけじゃなくて、白くね白飛びしてるというか、そんな感じでね眩しいんですよね。まあでもだからその白さは横ばいなんですけども、でももうねこれね大体もう慣れてきてるんですよね。だからまあなんて言うんでしょうね、悪化してるかどうかもわからないし、しかしねこれね残念ながらこう視力が低下してきてるのがねやっぱり実感してるんですよ。視力が低下するなという瞬間がねあるんです。日頃から視力は低下してるんですけども、一時的にグッとこう見えなくなる瞬間ってあるんですよね。その時はね僕普段のこのね眼鏡の上からね普段の生活ではね老眼鏡をねかけてるんです。眼鏡をしてるんですよ。いつもはね眼鏡をサングラスで眼鏡なんですけどもね、家の中でねほんまに字が見えなくなったわという時はね眼鏡を老眼鏡をしてるんですよ。そうするとねでもねこう手元がねすごくね見えやすくなるんですよ。で逆を言うとその状態で老眼鏡をかけなければどれだけこの目にこうガーッとね近づけてもですね文字が読めませんし、例えば写真の小さいね顔もねくっきりはっきりね見えないんですよ。大変でしょう。でもまあおかげさまでねまあ、何かにこうぐーっとこう集中して見てる時にだけそういう状況って起こるので、まあ、車の運転とかねこう広い視野でねこう見てね運転するじゃないですか。そういう時にはねそんなことは起こりませんのでね、まあ、大丈夫なんですよ。だからまあぐっと集中せえへんかったりだけなんですけどね、何かこうスマホ見たりテレビ見たりねちょっとなんか子供の本読みとかね聞いてたりするとですね、教科書見るじゃないですか。小学生の国語の教科書なんてね字大きいんですけどもね、まあ、上の子は4年生やけど、まあまあまあちっちゃくなってきてるんですけども、でも所詮教科書の字ですやん。小学生の字なんてね大きいもんですやん。でもそれでもグッと見てると僕だんだん目見えなくなってくるから、ちょっと待ってないって老眼鏡かけてね見たりするんですけどもね、大変です。そのことも今日はねしっかりね見てもらっていこうと思っております。はい、そんな感じでそろそろ時間なんでね行ってまいります。まあ、今日の結果はねまたね明日報告させていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。